YouTube からの皆さん、こんにちは。今回はね、射的しながらね、サイトの必要性の有無をね、確認していこうかなと思ってます。サバゲーやってない方なんかはね、おもちゃの銃にスコープなんていらないでしょなんてね、思うでしょう。今回はそんな方に向けた動画です。用意したタイプは4種類。その4種類をね、ちょっとご紹介していきましょう。まずはこちら、銃に標準装備されているアイアンサイトと呼ばれるものですね。の中では比較的狙いやすいと私が思っているこの AK のタンジェントサイトというもの。実際に見てみるとこんな感じ。ここのつまみで簡単に高さを調節できるのが結構な強みだったりします。こんな感じでハンドガンのねサイトみたいに見やすいサイトになっております。向こう側にピントが合うとこんな感じですね。続いてはこちら、 M4 のシルエットのかっこよさを求め出すと行き着く T1 タイプのドットサイト。レティクルはねドットのみです。赤と緑だったかな、こんな感じですね。まあこれ結構ハニカムが気になりますが、実際はほとんど気にならないと思います。ドットをつけるとこんな感じですね。ここについてます。緑はこんな感じですね。明るいとやっぱ若干にじみますね。これはレンズなのでまあ仕方ないです。こんな感じで見えます。次、安さだけが売りと思いきや意外とねレティクルがいろいろ変えられて楽しめるオープンサイト。かっこいいですよねこれ。見た目はね僕一番結構気に入ってて、サバゲー始めた当初から何気にずっと使ってるサイトです。でも割れてないです。2300円ぐらいで買ったやつなんですけど、防弾用のねシートがねついてるんでね、ちょっと見づらいですが実際に目で見るとね見やすいです。よいしょ。あ、これドットですね。こんな感じで赤でね、これ今1なんで、赤の3だとこんな感じですね。あんま変わんないですね。でこのサイトの売り場、このレバーを変えるとこんな感じでねレティクルが変わります。ほらすげえテンション上がりませんかこれよいしょ。4種類あってね、こういうレティクル と、 あとこれですね、コールオブデューティーとかでよく見るやつですねこれと、まあレティクルが4種類変えられて、精密射撃が売りのさっきみたいなチューブタイプのサイトだとどうしてもねドットが小さくて、初心者だとねどこ行ったか分かんなくなって使いづらいと思うので、最初このくらいでかいレティクルの方が単純に使っていて楽しいし雰囲気があるので、これ結構おすすめです。こんな感じで見えます。ほんとゲームみたいな感じで楽しみます。まあ、はい。でこれがサバゲーやってない方からしたら最も、大げさであろうスコープです。1.5から4倍のスコープです。スコープを実際に見てみるとこんな感じです。お、結構綺麗に見えますね。こんな感じ、あ、見えますね。これ手前にあるのが 20m の的で、奥にあるちっちゃいのが 40m の的です。今4倍かな、3倍だとこんな感じ、2倍だとこんな感じ、1倍だとこんな感じで、まあ、ほぼ見えないですね。まあ、これ見ていただいただけでもねだいぶ、スコープの存在意義がわかるんじゃないかなと思います。で電源入れなくてもこのレティクルは標準であります。電源を入れると、てか電池抜いてますねこれ。僕あんまレティクル光らせないんで、まあ、こんな感じです。こんな感じでよいしょ。おお、すごい見えるな。うん、まあ、この差を見ていただければね、肉眼でこんだけしか見えないのにスコープだとねこのくらい見えるんでね、単純に狙いやすいことがわかるかと思います。じゃあここからね、サイトをそれぞれ使って打ち比べですね。どのサイトが一番ね
早く照準を狙いをつけて当てることができるのかっていうね、競争じゃないですけどちょっとやっていきたいと思います。じゃあやっていきましょうか。見えない、弾道全く見えなかった。じゃあね、25メートルのガチ射的をやっていきます。ルールはルールっていうか、まあ、別に適当にやるだけなんですけど、まあね、サイトのねどれが一番狙いやすいかっていうね基準を一応測るという目標を掲げてねこの動画を作り始めちゃったので、バーッとしててふっと構えてそっからサイトを探して打つというね、この時間がどれだけ早いかっていうねところを見ていただけると嬉しいです。じゃあいきます。よーいドン。お、ちょっと弾出てない、しまいかけるわ。あら、しっかり巻いとこう。はい、倒れねえ。まあ AK はねこんな感じでした。じゃあ次はね M4 オープンサイトでいきます。ぼーっとしてからね、じゃあね、M4 のオープンサイトやっていきます。まずぼーっとして、自制隊 AK より連射力高いのずるいよね。じゃあ M4 の T1 サイトやっていきます。ボーっと教えて、ほっ、まで倒れた。やる。スコープボートコッキングして、あ、蓋閉まってる。オッケー、絶対当たる。ボートしてて、いや、ボートしてて、バーッとしてて、あ、外した。バーッとしてて、あ、腕つら。
うわー、見た見た見た、あっちで見て、ぼーっとしててー、ぼーっとしててー、うわー、外した、外してない、ぼーっとしててー、ふっ、あれ、ぼーっと、ちょ、もうぼーっとしててやめますわ、疲れる、普通に打ってきます。いや、あのね、これ威力が弱いから、さっきのより上の方を当てないと倒れないです普通に射的としてやっぱこれが一番楽しいよね。これさ、多分さ、このスコープがね、ゆるいとね、だいぶ違うんだよね。ほらね、ちゃんと工具でね、締めなきゃいけないんだけどね、ちょっとめんどくさいから、やってないけど。うそ、ここに来て集中力の乱れが、早く帰りたいと思うあまり、早くしないと暗くなっちゃう。雨降ってくるし、今日タイムリミットが迫ってる焦る。ここ緩んでくるんすよね。しかももう誰これ設計した人、もうやめてよ、せめて20億つけとけよ。こんなんでそのままにしといたらあかんやろ。落とった、落ち着け落ち着け、あっちだ、違う、そっちじゃない、落ち着け、おい、いやー帰れるぜ。いやー、あ、めっちゃ当たるやん。はい、はい、というわけで射的やってきま、やってみました。映像でも分かる通り T1 がね一番、狙いやすかったかな。連射して、あ、いや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 、スコープがねすごい狙いやすかった。でもね、やっぱ連射できないからね、全然同じ土俵で語っちゃダメだよねっていうライフルにね、あのスコープをつけなきゃいけなかったね。はい、まあスコープが一番狙いやすいと思います。皆さんもね、ぜひね買ってやってみてください。アルミ缶並べてね、人の来ない場所でやってみてください。今ね、あのピンディっていうね、メーカーがね台頭し始めてからね、ドットサイト類とねスコープがねかなり安くてね、クオリティの高いものが出回ってるので、いやーいいね。それじゃあ射的やってみたでした。やっぱりボルトアクションが一番面白い。それじゃあ最後までご視聴ありがとうございました。